なんだここは。動きづらい。ところてん。今日はこの世界の刺激が強すぎると思ったので控えめに登場してやったぞ。そうか、いらぬ気苦労をかけてしまったな。やめてもいいんだぞ。そんなことできるか。お前そこまで。その話はさておき、ここはついに来てしまったようだな。ところてんの世界か。イクラマンだよ。イクラ？最近のイクラは四角いのか？鮭の腹の中はどうなってる？イリスが最近ゲーム実況で力を入れているタイトルがあると言っていたな。鮭とゲーム実況に何の関係が？鮭のことは一旦忘れて私の話を聞いてくれ。マップ内にブロックを配置し、様々な物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作。これからお前はイクラマンフトシをプレイするのだ。イクラマンはしない。残念だったな。お前はすでにイクラマンフトシをプレイしている。イクラマンはしない。イクラマンはしない。現実を受け入れろ。だってやるしかないんだ。おはようの人もこんにちはの人もこんばんは。アセトンこと A セットです。今日もイクラマンフトシやっちゃうよ。みんなよろしくね。イリスのゲーム実況が始まったか。助けてください、伊達さん。私狙われてるんです。ナイクスが来る。早く私を見つけてください、伊達さん。あ、ツルハシ落ちてる。ラッキー。さっきのはなんだ。今回のソムニームはこれまでのように簡単にはいかないようだな。これまでも簡単だと思ったことはないが。覚悟は決まったか。行くぞ。ソムニウムスキャン開始。ツルハシには見えないが、イリスが言うにはツルハシらしい。ずいぶんと前衛的なデザインのツルハシだな。これはおそらくサイリウムがモチーフになっているんだろう。ツルハシゲット。ホリホリするよ。こうか。ちょっと楽しくなってきたぞ。あんまり浮かれるなよ。ナイクスにやられてしまった人が落としたものです。伊達さん、気をつけてください。ナイクスは伊達さんのことも狙ってるかもしれません。だとよ。その場合やられるのは私だが。とにかくイリスの言うことを聞いて行動するしかないな。どっちのイリスだ。二人いるみたいだが。とりあえずどっちもだ。あそこ掘ったら何かありそう。行ってみよう。あれは門だな。俺には全部冷ややっこにしか見えないが。なるほど、早速このツルハシの出番というわけだな。あんまり浮かれるなよ。下がっているが門のようだ。それでは伝達に定評のある私がガンガン掘ります。
ガンガン行け、相棒。よし、やるぞ。なんかレアっぽい素材ゲット。今日は神回の予感がするね。楽しくなってきたな、相棒。これは辛いぞ。この後もこんなのを続けるのか。門も開いたし、とりあえず進むぞ。そうだな。新しいところに出たぞ。その代わり元の場所には戻れなくなったようだ。他にも掘れるものはないかな。よし、掘れそうなものを探すぞ。掘らなくていいものはないのか。巨大なカニカマだ。自動販売機だろうな。よろしく。はいよ。素材めちゃくちゃゲット。今日は神回確定だよ。みんなツイッターでどんどん拡散してね。なあ相棒。なんだ。もしかしてここは黄金横丁か。ああ、デフォルメされてはいるが、おそらくそうだろう。襲われた時の出来事が影響してる。探偵さん、あれを見てください。なんだ、あれは。やばそうなのが来た。でも今日は大丈夫、消えちゃう気がする。ルービーの計画、マイクスが本格的に。私の命を、お願いです、マイクスの陰謀を阻止してください。そう言われてもどうすれば。ダンスです。ダンス。人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うのです。株価や為替は操作できても、人間の心を直接操作することはできません。ダンスがウジェトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段なんですよ。この素材を使えば、もしかしてミラーボール作れちゃう？よし、ミラーボールを作業台でクラフトしてダンスタイムだね。相棒、どう思う？イクラマンフトシはダンスゲームではないはずだが。そっちじゃない。ナイクスなんて組織は存在しない。俺にはどうしてもイリスが俺を騙そうとしているようには思えない。お前がどう思おうと勝手だが、あるものはある、ないものはない、それだけのことだ。さあ、この後どうするか決めてくれ。とりあえずは作業台とやらを探さないとな。どうした？ミラーボール以外にも作れるアイテムがあるようだが。だが今はミラーボールを作る流れだろう。視聴者も期待してる。ミラーボールを作る流れじゃなかったのか？気になってな。わかった。少し待ってろ。できたぞ。作業台を経由する意味はあるのか？とりあえずスイッチができたな。何のスイッチだ。まあ見ていろ。探偵さん、何してるんですか。ダンスのパワーでナイクスと戦ってください。伊達、耳を貸すな。これがナイクスの正体だ。こういうからくりだったわけだ。イリスは俺に嘘をついてたのか。嘘なんかじゃない。ホログラムを利用して人々を騙すのがブルービーム計画なんです。この計画
ここも何かで塞がっているが、門のようだ。頼むぞ。任せろ。では、進もうか。結構広いな。あれは、マーブルか。あの花は、神崎あやめだな。枯れているが。広いね。こんなに回りきれるかな。とりあえず拾った素材で、何か作っちゃおうかな。また作業台か。掘らなくていいんだし、気は楽だろ。伊達さん、あそこにある祠、見えますか？祠？あの祠は、人類をナイクスから守る最後の希望なんです。祠の台座に、神秘の力が詰まった石碑を戻して、テクノロジーによる支配から解放してください。石碑を作るための材料は全て揃っているはずです。伊達さん、お願いします。私は、世界を救えるのは伊達さんしかいないんです。俺しかいない。おい、イリスを救えるのは俺だけ。おい伊達。なんだ？やっぱりイリスの言う通りにするのは危険だ。言いたいことはわかるが、危険というほどか？だって、冷静になってよく考えてくれ。誰かいる？これは誰なんだ？ふとし。マーブルのママではないな。ふとし。声かけてもいいのかな？ふとし。ふとしなら、スリランカで紅茶の栽培をすると言って旅に出たことになっている。え、マジかよ、ふとし。いくら？誰かいる？いや、どちら様？なんだ？びっくりした。どうしてマーブルのモンスターが？ママの前でそのセリフは絶対に言うなよ。こいつはディスマ？なんだ、知り合いか？いや、関係性のない複数の人物の夢に出てくる謎の人物、いわゆる都市伝説の類だ。興味があれば今度詳しく教えてやろう。いや、いい。お前、素材なのかよ。ここにも作業台がある。 NA、 これはなんだ？なるほどな。だってグリッチを利用できるぞ。すまん、ギターのことはあまり詳しくないんだ。違う、このゲームのバグを使えるってことだよ。そんなことをして大丈夫なのか？このゲームの世界を作っている側からしたら不都合しかないだろう。見えてはいけない、見えてほしくないものを暴かれることになるからな。なるほど、やってみよう。わかった。
上、ディスマンの素材が減ったぞ。お前使えるのかよ。バグ技なんだろ。あ、そうか。で、どうだ、何か変わったこと。数字が変わった。日付が8月32日にでもなったとか。いや、ツルハシのレベルが255に上がった。極端だな。だがこいつを使えばゲームの仕様上壊せないものを壊せるかもしれないぞ。ゲームの仕様、いや、イリスが壊されたくないものと言った方がいいか。この壁なんか変だぞ。そうか、このツルハシを使えばいいのか。やってみる価値はあるな。そうだな、頼むぞ。任せろ。壁が消えた。神崎あやめが咲いた。違う、これは表の枯れているものと何かの拍子に入れ替わる仕組みだ。そう都合よく奇跡は起こらない。嘘か。嘘、何やってるの。石碑はどうしたんですか。ナイクスに対抗する力は。言ってやれ、最強のツルハシを手に入れたから、その必要はないとな。先へ進むぞ。願いだ、デザ、私を見捨てないで。あれ、画面がロード待ちかな。みんな、お花を摘むなら今のうちだよ。ここは黄金横丁だが、イクラマン太子の世界ではないな。この場所こそがイリスの本当のソムニウム世界なのかもな。何もないが、進むしかないか。なんだ。ここが出口か。入ってみるか。戻ってきたな。おい、あれ。なんだ、ピラミッド。ナイクスが、もうそこまで。お願い、伊達さん、助けて、助けてよ。イリス。望み通り、イリスを助けてやろうじゃないか。このくだらない妄想の世界からイリスを解放してやるんだ。妄想の奥に潜んでいる真実を引きずり出すんだ、伊達。
ニターが怪しい輩に乗っ取られている。ピラミッドだ。塞がっているが、おそらく橋のもんだ。わかった。ここはダメそうだな。そうか。ピラミッドだ。わかった。ダメか。完全な無敵アイテムというわけではないんだな。パラメーターが限界まで上がっているだけだからな。ピラミッドだ。冷静になって私の足を見てほしい。タチウオの開きみたいに貧弱な足だな。登れると思うか？やる価値はある。じゃあやってみせよう。ご覧の通りだ。金魚みたいでプリティだぞ。人気が出そうだな。すまん、真面目にやろう。そうしてくれ。鏡張りのドアのようだが、私の姿だけ映っていないようだな。伊達、よく言ってくれた。ダメです。その鏡は男子の力を増幅させるための。よし、ではやるぞ。子供の頃のイリスか。イリス、お前が言ってることは全部妄想だ。そこには何一つ真実はない。違います、伊達さん。アイゴ。なんだ。終わらせよう。そいつを。ん？破壊しろ。やめて。了解だ。お願い、やめて。
話は分かったよ。要するにこういうことだよね。伊達さんとアセトンちゃんはさっき黄金横丁で得体の知れない武装集団に襲われて。得体は知れてるよ。相手の正体はナイカトロッツ、もしくはナイクスに雇われた集団。私はナイクスの秘密を知っちゃったから。それで伊達さん、本当なの？武装集団に襲撃されたのは事実だ。だがナイクスの件については。正直に言おう。お前は単におかしな妄想に取りつかれてるだけだ。妄想なんかじゃありません。なんで分かってくれないんですか？伊達さんきっと頭が固すぎるんですよ。老人みたいに既成概念にとらわれちゃって。だったら証拠を見せてみろよ。証明できるもんが何もないのに信じろって言う方が無理だろ。イリス、お前は多分どうかしちまってるんだ。もういいです。わかりました。伊達さんのこと少しでも信じた私がバカだったんです。さよなら。和明の心臓の刺身か。塩、胡椒、七味唐辛子と。それからこれは圧力をかけて絞り取った真由美の汁って書いてあるな。のプラプラプラスのサインもあるんだよ。まあ店に来たのはかなり昔のことだけど。だってさ、ナースの格好をした女の子がナスのアク抜きをしてるビデオがあるんだけど、見る？また今度な。このお店、奥の方が住居になってるんだけど、多分そこに勝手知ったるって感じだな。イリスのやつ、前にも奥の間に上がったことが。うん、アセトンちゃん何度もここに来てるからね。そりゃあまあね、アセトンちゃんを怒らせるやつは敵だから。仕方ないだろう。言うべきことはちゃんと言ってやらないと。だとしても言い方ってもんがあるんじゃない？もっと穏やかに諭すことだってできたはず。私もそう思う。不器用なんだよお前は。伊達さんはアセトンちゃんの話信じてないんだよね。ああ、
ナイクスなんて組織は存在しないと。そうだ。だったら聞くけど、どうしてアセトンちゃんはさらわれそうになったの？わからないが、もしかしたらオキューラのことと何か関係があるのかも。オキューラさん、イリスちゃんのこと探してるみたいでした。とにかく敵の正体は不明だ。だがいずれにせよ、イリスが拉致されそうになったことに変わりはない。だから来たんだよ、ここに。イリスをかくまってもらうために。伊達さんは？俺はこれから行かなきゃいけないところが。瞳のところだな。ああ、どうしても今すぐ話が聞きたくてな。アセトンちゃんをかくまうか。それは別に構わないんだけどさ。でもなんでここなの？俺が所属してる組織には内通者がいる可能性がある。だとしたら本部に置いておくのは危険だ。俺の家に連れて行くのも得策とは言えない。そこで思いついたのがこの店だったんだよ。ここなら連中が追ってくることもないだろうし、それにお前らがイリスを見ててくれたら安心だからな。っていうか、お前らって？一人な、助っ人を頼んでおいたんだ。もうじき来る頃だと思うが。みずきちゃん？話は全部聞かせてもらった！私がイリスを護衛する！というわけだ。万が一敵が襲ってきても、こいつがいれば心強いだろ。そうだね。僕も瑞希ちゃんの強さについては知ってるし。じゃあ二人とも頼んだぞ。任せといて。伊達さん、夜分遅くすみません。イリスさんのことでちょっとお話が。それで、話というのは？実はイリスさん、妙なことを私に。自分はナイカト・ロッズという組織に狙われている。助けてほしいと。このことについて何か思い当たることは？別に隠すつもりはなかったんです。ただ切り出すタイミングが見つからなくて。実はあの子病気なんです。悪性の脳腫瘍を患っていて。脳腫瘍？そのせいでたまに訳のわからないことを。ふむ、そういうことか。専門は脳腫瘍においてしばしば見られる症状だ。幻覚、妄想、錯乱、脅迫的な思考等を伴うことがある。これで合点がいった。イリスの不可解な言動のすべては、おそらくその腫瘍に起因するものだったんだ。
気づいたのは今年の1月のことです。あの子突然学校で倒れて病院に連れて行って精密検査を受けたら脳に腫瘍が。お医者さんの話ではもう手の施しようがないって。それはつまりグレード4末期ということです。もってあと1年。その時お医者さんからそう言われました。もしその宣告の通りならあの子はあと数ヶ月で。だって私近いうちに死んじゃうから。正確な病名は伝えていません。多分うすうす感づいていたとは思いますけど。脳腫瘍は文字通り脳の病気です。ですから体の機能に関する様々な症状が、例えばめまいや吐き気を起こしたり。手足にしびれを覚えたり。体温調節がうまくできなくなってしまうことも。いえ、なんかちょっと暑いなと思って。そんな、全部脳腫瘍のせいだったっていうのか。ありました。今日はお友達の家に泊まるって。瑞希ちゃんも一緒だから心配はいらない、そう言ってましたが、やっぱりダメですね。どうしても気になって寝つけなくて。普通の治療では治る見込みはありません。でも一つだけあるんです。あの子を助ける方法が。それは？伊達、瑞希からだ。なんでこんな時に。すみません、ちょっと失礼します。どうした？何があった？イリスが、ちょっと目を離した隙にいなくなっちゃって。なんだと？どこに行ったんだ？わからないよ！わからないから電話してるんじゃん！ただ、テーブルの上に書き置きが。今、画像をウォーターが送った。届いてない。受信した。展開する。別回線でイリスの携帯にかけてみた。だが繋がらない。電源が切られているらしい。くそ。瑞希、手分けしてイリスを探すぞ。大谷にも協力するよう伝えてくれ。わかった。あの子に何かあったんですか？一番信頼できる人のところへ
イリスさんは書き置きにそう記しています。心当たりは？いえ。そうですか。ではとにかく私はイリスさんも。私も行きます。いえ、あなたはここにいてください。もしかしたら帰ってくるかもしれないですし。ですが。大丈夫、イリスさんは必ず見つけます。安心してください。わかりました。伊達、イリスの書き置きにあった人物、一番信頼できる人とは誰だと思う？ああ、私もそう思う。イリスはこんなことを言ってたからな。私、沖浦さんのこと心から尊敬してるんです。恩人でもあるし、誰よりも信頼できる人で。それに散歩家のマーメイドの話によると、ユーラさん、イリスちゃんのことを探してるみたいでした。もしかしたら沖浦の方からイリスに連絡があったのかもしれん。それでイリスは沖浦のところへ。うむ。だったらどうすりゃいいんだ。俺たちはこれまで散々沖浦を探してきた。本庁の連中も血眼になって捜索してる。あいつが89号を連れ去ったからだ。にもかかわらず、あいつの行方はつかめていない。尻尾どころか影さえ。何か手がかりがあるといいんだが。そいつが分かれば苦労はしない。諦めるのか？イリスは今暗殺者の89号と一緒にいるかもしれないんだぞ。一刻も早く居場所を突き止めないと。さあ、考えるんだ、伊達。沖浦が行きそうな場所はどこだ？沖浦の家の前には本庁の人間が張り込んでいる。もしもあいつが戻ってきたら、そっちの方から連絡があるはずだ。そうだ、あの冷凍倉庫。もしかしたらあいつはあそこに。誰もいないようだな。くそ、ここじゃなかったのか。行くぞ、相棒。待て。どうした？誰かいるのか？いや、あたりに生体反応はない。
だったら。生体反応は、私はそう言ったんだ。まさか。とにかく、倉庫内を調べてみよう。もしかしたら、何か見つかるかもしれん。なあ、伊達。このフォークリフト、なんか気にならないか？長いこと使われていないはずなのに、運転席の一部に妙な違和感が。日曜日の夜、お前はここでイリスの死体を見たんだったな。そうだ。この台の上に、あいつの死体が。イリス。